なるよ。はい、なるほどございます。ハゲ頭の聖地ラルサー新曲にやってまいりました。はい、ということでね、昨日ここでね、クリリン渋谷がヒラメの50センチを釣ったということでね、来ましたよ、ね、昨日も家族サービスで釣りしてなかったんですよね。静岡まで行って海を見て指をくわえながら帰ってきました。今日はね、こちらに来て、ここなんかアジも釣れてるらしいんですよ。はい、この時間帯でアジ釣れるのかどうかわかんないですけども、今日はね、はい、もうサーク釣りはやりません。もう餌釣りです。もう、はい、もう釣れない釣りをするくらいなら釣れる釣りしましょうということでね、ちょっとね、もう禁断症状出てます。はい、私も病気ですよ。はい、ということでね、魚のブルブルを味わいたいわけですよ。ね、リップの長いプラグを投げてね、魚が釣れてるかもしれないって勘違いじゃありませんよ。普通の魚をね、釣ってね、ブルブルを味わいたいということで、今日はね、いろんな釣りをしてみたいと思います。まあ、アジの釣れるんでね、アジが釣れたら泳がせてね、ヒラメや青物も狙ってみてもいいでしょうよね。岩ゴカイを持ってきてるんでね、根魚でアイナメを狙ってみてもいいでしょうということで、今日ね、いろいろと釣れる釣りをね、はい、していきたいと思います。3連休最終日、ナルオが釣れる釣りをお届けいたしますということで、ご覧のスポンサーでお送りします。はい、ということでエブリエさんから今回、はい、これカボチャのモンブランで、これが魅惑のレモンティーで、はい、これがユタさん好きな、はい、モンブラン、バグリのモンブラン、まあ、ちょっとこれね、せっかくなんで試食していただければと、はい、思いますよ。海で食べるモンブラン、はい、マジで俺おすすめの一品になってますね。ほんと見た目ほど甘くもないです。これでは、まあ、自分は何回か食べてるんであれなんですけどさあ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 、じゃあすいません、いただきます。ごちそうさまです。うん、やっぱり木村さんは加減がすごくうまい。おー、なるほど、そういう表現があるが、ぱっと見めっちゃ甘そうに見えるじゃないですか、やっぱり。うん、でもそんなに甘くない。うん、そう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 。で、俺はまあいつもこういうの食べるときコーヒーとか飲むんですけど、これはレモンティーとも一緒に、まあ、ちょっと甘いものでもね一緒にいける感じします。やっぱ甘いのに甘いのだとくどいんですけど。あー、なるほどね。これぐらい抑えられてる方が何の飲み物にでも合いますね。デザート、はい、やっぱりゆうたさんも意外と食レポうまいな。はい、ということでね、ワンヌリのモンブラン、ナルオとは違う試食でございました。栗の味もしっかりするし、うまいっすね。やっぱりこのクリームも何層かになってる。あ、はい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 、作ってる人のこだわりを見せるところもやっぱ大事ですからねいかに下手か分かるね俺のね、食レポね。はい、とりあえず準備できました。でね、ちょっと今日視聴者さんがいてね、今あっちで釣りしてるんですけども、はい、とりあえず、ここに定点の GoPro を置いて、はい、ね、まずはアジを狙ってみようということで、月下美人を用意しました。はい、ジグヘッド 1.5g ですね。はい、あとね、まあ、アジが釣れたらこれ泳がせ用の、はい、これタックルも作りましたということでね、はい、もう準備は整えましたんでね、早速ね、今回はね、青磯目と岩磯目もね、今回用意したので、はい、これで早速やってみたいと思います。さあ、ということでね、まずはちょっとアジを狙っていきましょうということでね、ちょっとまずはちょっとアジ釣れっかな、夜の方いいと思うんだけどね、まずはちょっと小手調べにね、はい、ちょっとやってみましょう。いやー、コラボ堤防でね、メジナも狙ってみたいなと思ったんだけど、うん、なんか石川さんの話でこっちでもメジナ釣れてるような話なんだよね。だからワンチャンね、うん、あとテトラの探り釣りとかでね、ちょっとまだメジナも狙ってみようかなと思ってるんで、とりあえず今日はね、餌釣りで釣れる釣りということでね、まずはちょっと月下美人で、まあアジもしくはハゼでもいいんですけど、ちょっと泳がせのね、餌をまず釣りたいと思います。ということで、まずはちょっとね、こっちでやりましょうか。さあ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 さ、まずはちょっと手前の方ね、どうなんでしょうね、ここね、セミハのムナドギはね、本当にムなんですけど、
ちょっと周りのね、アングラさんがすでにもう稲田日本くらい釣ってね、そこで今ちょっと泳がせてるんですけど、結構釣れてるはいるようなんでね、青物もまあ面白い状況ですよね。さあということでね、とりあえず泳がせ釣り、はいね、とりあえずやってみたいですね。泳がせ釣りはロマンがありますからね。まあ、とりあえずハゼでもね、ここはあのヒラメを泳がす、ヒラメの泳がせ釣りじゃねえや、ハゼの泳がせ釣りでね、ヒラメ釣ってるんでね、石川さん結構だからここで結構美味しい思いしてですよ。お、なんかちっちゃいベイトいっぱい泳いでる。何あれ、サバかこれ、アジか、なんか泳いでるね。さあということで、あ、何かしらこれベイトいるね。今日は楽しい釣りができそうだ。イワシかしら、イワシだってイワシの泳がせ釣りでもいいんだけどな。あ、結構なんかあれだね、あ、これだって青物も来そうな感じはするけどね。さあとりあえず食ってこねえかな、サビキの方いいかな。さあ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 、ということでね、いや水中映像やってもいいけどさ、 GoPro ねえ、今もう3つしかないからさ、もう海に落としたりとかさ、ぶっ壊したりとかさ、一時期はね GoPro6 台とか持ってた時代もありましたよ。ねえ、そのうち3台ね、もう沈めてますけど海に、はい、ねえ。さあということでね、いやーどうだろう、サビキの方がいいかな、泳がせね。まあイワシもいいんだけど、アジの方が餌文字いいんですよ。さあどうだろうな、食ってこねえかな。でもこうやってベイト泳いでるからね、ワンチャンスタッカリングスイマーとかあれ系でこっち探って、ヒラメもありってありなのかなと思うけどな。渋谷さん浜尾で釣ってくからね、ここね。ただ根掛かりもするんだよここ。まあ、ちょっとね、泳がせ釣りとかはね、餌釣りでのヒラメの釣果は NG ですけど、それはね、ヒラメを決定するのね、出ている参加者の方の話だって、僕はね、どんな手段であろうね、ヒラメ釣ればそれでいいんですよね。今年ヒラメを1枚も釣ってないっていうところに問題があるんでね。まあ、別にサーフでなくてもいいですよ。ヒラメを持っている絵があればそれでいいんですから。さあ、ということでね、今日は釣れる釣りをしたいと思います。どうだろうな、このジグヘッドでさっきの食ってこればいいけどね。いや本当は深瀬釣りでもやろうかなと思ったんだけど、絶対今日3連休最終日なんですよ。絶対人多いなと思ってたんだよね。あんま深瀬釣りするような雰囲気じゃないだろうなってことで、今回はちょっと餌釣りにしてね、ちょっと平日にね、どっかでちょっと、深瀬釣りやってみたいなってふうにはちょっと思ってるんですけど、まあ、一応ね、上司屋で今回ね、ちょっと餌買ってきたんですけど、ね、普段上司屋さん行かないんですけど、キャスティングさん空いてないんで、朝。はい。ね、だからちょっとね、どこいいですかって聞いたら、ちょっとオシカハンターの方じゃないですかみたいな話でね、ちょっとね、してきたんですけど、ね、さあ、とりあえずね、ここで、ハゲ頭のクリリン渋谷がヒラメの50センチを出してるということでね、はい、ちょっとハゲ頭と聖地長瀬ら新曲校で、ね、これ本人見た瞬間どう思うんだかな、ハゲ頭ってなんだみたいな。さあ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 、ということでね、いやーどうだろう、さっきはなんかベイト泳いでたからな、食ってくればいいかなと思うんだけどね。逆にこれちょっとステイした状態であれかな、そのまま放置してハゼでも狙ってみた方がいいのかしら、ね、夜とかだとここ上野とあるからね、結構アジとかやっぱ夜多いみたいなんですけどね。いや本当夜来ようかなとも思ったんですけど、体力の限界でしたね。はい、さあということで、ちょっとボトムは取れました。あとはね、ちょんちょんちょんとずる引きで、はい、ね、いやでもアジ狙うんだったら昼間じゃないでしょって夜って話だよね、本当にね。さあこれでもしヒラメなんか釣れようものなら俺はもう笑ってしまうぞ。もう月下美人で耐えられるのかって話だけどね。さあ今回はね、もうリモコンまでつけてますからね、いつでもスタンバイ OK ですよ。もうヒットしたらポチッと押せばね、もうあそこの GoPro がねピピピピピッとなりますからね。はい、ということでね、今日は釣れない釣りじゃないからね、
なんといっても餌釣りのナルオですから、いやあとこっちは反応なくても、そっち側のその側ね、あのテトラはあるんで、まあそっちでね、ちょっとアイナメとかいろいろ狙ってみてもいいのかなということでね、はい、皆さん青物をやってるみたいですけどね、はい、僕はねルアー釣りはしません今日、はい、餌です、餌、はい、餌釣りの魅力を伝えていこうと思います。もうルアーフィッシングね、お、まださっきの魚みたいなのまた来ました。これ水中映像だったら、これ多分水族館映像が撮れますよ、はい、ね、長面ね、あの前水中映像やったんですけど、激に盛りで魚映ってないんですよ。ただね穴釣りで爆釣したっていうね、あの変な伝説の回ありましたけども、さあどうでしょうね、なんか魚も泳いでんだけどね、食っとこねえな、ね、メバリングとかもやりたかったんだけどね。昨日なんかマジカメンバー南三陸行ったみたいで、結構尺だなんだかんだってね、あの釣ったみたいで、おピク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 、なんだなんだ、フグかいこれ、今ピクピクっと今やっと反応が来ましたね。ああ骨が、あでも餌取られたかな、どうだろう、餌ちょっとまだ残ってんね、はい、ちょっとやっと当たりきましたね、はい、餌が大きかったのも分かってるんですよ、はい、とりあえずどんなものかってまずね、はい、あれなんですけど、とりあえずね手前でピク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 で当たりが来たんで、多分フグかな、もしかすると、うん、ねえ、ハゼだったらもっとあれだけどね、ハゼだったらハゼで泳がせね、ここで前あのヒサさんでここでハゼ泳がせでエイツってんですよね、ただヒサさんが近くにいなくて渋谷さんがそれをあげたっていうね、あれはありましたけども、ここだから何かが知らねえ、なんかねでかいのはね、おおピクピクピク見てる、なんだこれ、なんかフグっぽいなあ、たりあのフグ釣り YouTuber なるおですから、年間1000匹目指せますみたいなあの言ってたけど、フグは釣らせたらうまいですよ、ね、フグ釣り YouTuber ですから、さあ当たり来い、物の見事に当たり合わせだから、おーでもなんだろうね、3、4と投げてやっとちょっと魚の反応出てきましたね、うん、でもちっちゃいね当たりね、まあ別にここではね、あのほら餌を釣るだけですから、はい、ただフグなんか釣ったってフグ餌にもなりませんからね、はい、ただ思ったの、ここで今釣りするじゃないですか、あのカメラのアングル絶対ここ映ってないんですよねねえ、もうバカ野郎だよね本当にね、画角から外れたところで釣りしてどうすんだって話だけど、いやーなんかピクピクっては来るんだけどな、乗り切らないな、せっかく俺リーダーでね、あの仕掛け作ったんだからよ、いや俺深瀬釣りとかだったら普通に針持ってきてるんですけど、ちょっとないんでね、オフセットのね針でちょっと泳がせ釣り作ったんだけど、仕掛け、はい、ね、一応日本針でね孫針までつけたんで、はい、ちょっとね画角のね、こっち側、こっち側ちょっとカメラのあれ向けよう、はい、ということでこの辺でやろうかしら、さあということでね、ここだったら、あどうだろうね、まあ、でもまあ一応画角広いからね GoPro はね、さあということでピクピクと当たりも来てんだけどね、ただねこっち側あれなんですよ、こうロープ張ってっからね、そっち側に多分イガリが沈んでっからね、ワンチャンちょっとそれを釣ってしまう可能性もあるんだよね、この投げ入れる位置は、はい、まあちょっとねこの辺で、はい、ちょん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 と、はい、まずは狙ってみたいと思う、まあ最悪取れたか困ったら、まあ、穴釣りとかすればね、まあドンコだね、メバルアイナメね、実績はありますから、ここはい、探り釣りのナルオ、ね、岩ごかいでやったらもう釣る自信はありますよ、はい、ね、さあどうでしょう、あ違う、これがちょっと今合わせ入れ締めなんだけどね、ちょっとどうだろう、月下美人放置の方が餌食ってくるかな、あ餌ねえや、ちょっと月下美人放置する、月下美人ってこう投げ釣り放置ってどうなんだろうね、ちょっとね、ちょっと一旦あれだな、ちょっと
家美人でちょっと投げ釣り放置でちょっと魚を狙ってみようが。さあということで、ちょっとねもう釣れない釣りはあれなんで、ちょっと一旦これ投げて放置します。一旦これ、はい、ちょっとそれでね一旦放置して、あの置き竿にしてちょっと風を狙ってみたいと思います。ちょっと探り釣りでちょっと合い波狙ってきます。はい、ちょっとね長い磯竿を出しました。ほんでブラックリスイマーにね岩磯目で、はい、ちょっとアイナメを、はい、狙ってみたいと思う。さあということでね、どうでしょうか。いやちょっと最近ね伸び竿でもいいかなと思ってんだけどね、ちょっとね6メートルくらいの伸び竿を買おうかなと思ってます。はい、ね、さあということでアイナメ狙い、もう当たってきてます。当たってます。もうはい、指出た瞬間に当たってます。もうおい、何踏むかや。あ、踏むっすね。はい、ということで、もう秒で踏むつけました。はい、ということでね、踏む釣り YouTuber なるお、餌釣りやらせたら速攻なんです。はい。ということで、いやいやいや、ふざけんなよ、おめ、高級餌をおめ、こんな、くそ。さあ、ということで、いきなりもうガブっていかれましたね。いやー、ということで、さっきのやつもやっぱり、あれなんだろうね。フグなんだろうね。よし、行きましょう。さあ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 、ということで。さあ、もうフグか、フグの猛攻か。入れて速攻だったもんね。ね、こういう探り釣りやらせたら俺釣りますから、フグでしたけどもね。さあどうだろうね、こっちの方でもなんかメジナが釣れてるっていうからね、ワンチャンメジナが釣れたらいいなとは思ってたんですけどね。さあどうでしょうか。もう当たってます。はい、でもちょっと離したね。さあどうだ、ブラックリスイマーだからね、サクセスフックだですね、魚の張りがかりはね結構ね、あーやべ、根がかり。あーでもなんだろう、一瞬魚あれかな、根に入られたかや。いや、うわー、ちょっと待って、いやブラックリスイマー、まあ、おいちょ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 い、はあ、餌がちょっとあれですね。フグか、アイナメは難しいかな、ワンチャンメジナとかでもいいかなと思ったんだけどね。さあということで、さあ高級食材イワゴカイでございます。さあ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 、これでちょっとねやってみたい。ほぼほぼリール使わないからね、のべさおで本当にいいと思うんだ、ここ俺。さあどうでしょう、過去にここでね大物アイナメをバラしてるからね俺ね。おいじじ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 じこれはフグじゃないべ。おー、なんだなんだ、ドンコだ。はい、ということでね、ドンコが釣れました。はい、これがもうちょっと大きかったらねあれですね、お鍋サイズにでもねしたいところですけども。はい、ということでね、やっとフグ以外の魚が、あー落ちてった、はい釣れました、ということでね。はい、あーちょっとこれはまだちょっと使えそうだから、これにちょっと青磯目をつけさせて、はい、やってみましょう。こういう形で餌をつけてね、やりましょう。
どんこか、もうちょっと大きかったらね、あのお鍋サイズにするんだけどね。さあ、ということで、ふぅー、どんこか、アイナメが欲しいな。さあ、どうでしょうね。フグではないのは分かったけどね。いやー、でも釣れる釣り場いいですね。はい、今のところフグに、はい、ドンコですね。さあ、ハゼが釣れたらもう、そう、絶対もうヒラメの泳、ね、確保のためにもう泳がせ釣りしますけども、アジは一体どこ行ったんだって話だけどね。お、なんかくくっていったな今な。お、深い、ここの穴深い、ここちょっと深いな。深く落ちる穴があればそこを狙っていけばね、多分速攻いれば食っていくんですよ。もう穴釣りの面白いところって。おいてて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 、叩く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 。さっきと、あ、でもさっきより少しサイズアップしたか。ちょっとドンコが届かない。いってきてきて、はい、ドンコドンコ一気目ですね。はい、ということで、ルアーでやってる人たちは全然釣れませんけども、僕はこうやって楽しい釣りができております。さあ、ということでね、さあ、バイバイ。ああ、落ちてた、滑った。さあ、ということで、なんでしょうね、ちょっと岩子街でちょっと一旦大物狙いたいな。さあ、これでね、ちょっとこのボルーミーさは絶対釣れるでしょ。なんか速攻ドンコバコンってきそうだけどね。でも少しサイズは上がったからな。さあ、そう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 、相手もドンコだと分かるもんね。ズチンって重い感じでヒゲするんで、ドンコって。さあ、どうだ。お、当たってきてます、当たってきてます、当たってきてます。木に究極合わせ、これで誘ってみましょうか。これやったら多分釣れますよ。コネがちょっと、卑猥な誘い方ですけども、はい。来てる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 、いたずらしてる、いたずらしてる。まだ合わせませんよ、もうちょっとあれしてから。さあ、ちっちゃいね、グーフーですね。はい、フグ釣り YouTuber なるおでございます。さあ、ということでね、あんだけボリュームに岩子がつけてフグの方が強いんだな。あんだけ大量に岩子がつけてフグだとちょっとがっかりするよね。それなりの魚釣れてくんねえぞ。さ、ちょっと一旦餌もったいないんで、青い染めでちょっとあれ攻めましょうかね。さあ、とりあえずね、アイナミとかね、こういう探り釣りするときはね、結構ね、こう餌団子にするといいんですよね。はい、こうダーッと、はい、ピロンと長くするよりはね、ジングヘッドの時は結構長くしますけどもね、泳がせたりするんで。さあ、ということでね、さあ、やりましょう。ああ、青い染めです。今度は岩子貝よりはちょっとね、あの悔いは落ちますけども、前回もね、俺岩子貝からね、青い染めに切り替えてね、あのアイナム36センチ出しましたからね。はい、とりあえずフグにドンコ、3種目目は一体何が釣れるのか。アイナメが来ずに、クジメが来そうな、はい、そういうあたり来てくれたら面白いんだけどな。おっ、きゃ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 これはちょっとお持ち帰りサイズのドンコですね。でも僕は今日は逃がします。はい。ね、おお、これはちょっと長崎漁港サイズですね、これね、ドンコ。はい。
さあ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 、どんこが釣れました。はい、今度ね、どんこ鍋パーティーねやるんで、はい、はい、一旦こっち戻ってきました。さあ、この月下美人ハゼが釣れているかどうか、ちょっとね、あ、三脚が、さあということでちょっとやってみたいと思うよ。なんだろうね、多分おそらく当たってきてるフックはなんかだと思うんだけどね。さあどうでしょう、なんか釣れてるかな。あんま重くはないけど、あー一旦休憩するか。ちょっとね、ベイトがね泳いでるんで、ちょっとサビゲ出してみましたってことでね、ちょっと一旦この辺で、ちょっとやってみよう。あ、餌がないんでね、あのコマセっていうか、はい、それが多分あれば食ってくるのかなと思うんでね、サビゲね。さあということで、ちょっとなんか釣れればいいなぁ、サビゲね。ちょっとね、やっぱ泳がせ釣り諦められないんでね、どっかで魚が来てくれればいいんだけどね。ちょっと魚来たら魚来たで、その時にちょっとあれしてみようか、一回こう置き竿にしてみようか、これね。さあということでね、ヒットしたら多分これがクククククいくんでね、その間にちょっと、ハウルに変えてちょっと、ヒラメを狙ってみましょう。さあ、ベイトが回遊してくるまで暇なんでね、ちょっとハウル出しました。はい、ちょっとこれで、ちょっとヒラメを狙ってみたいと思う。さあということでね、どうでしょうか。さあということで、まあ、こうやってボケてやってればね、まあ、そのうち多分まだ回遊してくると思うんですよ。サビキだからクククククとはね反応すると思うので、はい。ということでね、結果美人でやっては見たときはね、なんかググググって反応はあるけどね、魚が捕らえられるしね、危ない、なかなかゴツってしてると、これなんか絶対危ない雰囲気だねこれね。さあということでね、そういうところにヒラメがいるんでしょうということで、なのでワームでの超過だからね、どちらかというとみんなね、石川さんだってここでアイナメ釣った時もだってあれだもんね、ハウルの3インチだったからね。さあということで、危ない、結構ハウルで探るとゴツゴツしてるねこれね。さあベイト来ねえかな、ベイトが見えたらね、こっちサビギ使ってね、こうちょん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 誘い入れてね、この回遊している魚をね餌にね、ヒラメ青物を狙ってみたいんだけどね、ちょっとねここでのね、わー魚来た魚来た、ベイト来たベイト来たベイト来た、さあ最後ここチャンスチャンス、これこれこれ、ここ来ないかや、ここ、うわー俺のサビギ乾かしてるかやね、ちょっとね今ね、あー逃げてるな、やっぱりもう分かってんだな、サビギこれサビギ乾してるもんだって、サビギかわしてってますね、サビギかわしてるよ、もうダメだ全然反応ねえよ、もうダメダメだこのベイトやっぱ見える魚ほど釣るの難しいって言うけどね、あれですね、もうどっか行っちゃったよわあ、キャ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 、最後これ引っ掛けたっかよこいつは。さあどうだ、来い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 、さあ来い、あくそくそ逃げてる逃げてる、あっち行ってるわ、もうあーダメだもう釣れねえ、あーまだいいや、あーこっち咲いたいたこっち咲いた、なんだべこいつ行って、あー逃げてやがる逃げてやがる、くそくそ釣れねえ俺の泳がせ釣りを拒むなこいつ、これが自然との戦いってやつか、おお、なんかそっちだ、なんだべこれ、女川とかのホイガを泳がせ釣りするんだったら、くそ網エビ持ってこれだったな。ということで場所移動します、後半へ続く。
僕のね中学時代からのホームグラウンドです、ここ。はいね、車の免許取るまではここが僕のホームグラウンドだったんですよ。ここでねちょっとメジナとかアイナメ、まあ、多分メジナとかなるかな、ちょっとね久しぶりでここ釣りするんで、おいててたたいて、あいてて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 てあにしたんで、そろそろ完全決着つけたいと思います。去年の土下座の借り返させていただきます。万次会 VS 武田軍団、そろそろ決着つけようぜ。
エントリーは公式 LINE から。概要欄に登録フォームがございます。お名前、釣った場所、調光日、ヒットルはサイズをご記載の上、ヒラメのサイズの画像、ヒラメを持っている画像の2枚を公式 LINE に送ってください。超過は1週間以内の超過に限ります。頼むから1ヶ月前の超過なんか送ってくるんじゃねえぞ。調光方法はルアー、ワーム、疑似餌による調光に限らせていただきます。餌釣り、泳がせ釣り等の超過は無効となりますのでお気をつけください。調光エリアはサーフ、河口、堤防、漁港、磯、陸地からの超過のみとなっております。頼むから船釣りだけは勘違いしないでくれよ。ということで、なるほどございました。皆様からのエントリーお待ちしております。どうぞ。これが噂の魅惑のレモンティーです。今、はい、泉さん食べないの？ということで、誠さんが持ってます。わからないですけど。さあ、夕方、この県内のサークで夕末目短時間勝負。これが噂の魅惑のレモンティーです。いただきます。クリームを。あー、いいですね。柔らかい感じですね。思ってたほどは酸っぱくないですね。あ、程よい酸味と。あ、酸味で、はい、クリームの上手。食べてみたらいいじゃないですか、ゆりさん。うまい。酸っぱいって、食べてみて、本当に酸っぱいんだから。まあ、酸っぱいけど。そうだけど、うん、そう。けど、あ、レモンティー。意外とその思ってたよりは。レモンティー。そう、レモン、うん、酸っぱいとか、うん。意外、うわ、酸っぱいとかじゃないんですよ。うまいですけど酸っぱいですよ。いや、なるほど。ね、いいよ。どう食べてください。食べてください。ぜひ。ああ。酸っぱいでしょ？酸っぱい。レモンティーですね。レモン。そう。レモン。でしょ。でも美味しそう。味はするんです。そう。この中がこの茶色い部分がティーですね。ああ、なるほど、ええ、ああ、後から来た。でしょ、うん、このティーが、うん、後から来る。そう、ティーが、はい、魅惑のレモンティーです。はい、美味しいです。飲み物合わせるなら何にしますか？ビールですね。